はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、ぜんざいです。ロングダークの続きをプレイしていきたいと思います。前回はですね、ひたすら作業をして、動物の皮で、服を作ったとこですね。このウサギのミトンと、鹿側のズボンと、狼側のコート。いや、これかなり大変でしたね。大変だったんですけど、なんとか作ることができたとこですね。で、あと、ウサギの帽子と、鹿のブーツを作りたいとこですね。で、今回は、メインストーリー、薬を届けにブラックロックに、戻ろうかなと思います。であと、この辺ですね。この辺まだちょっと探索してないんで、この辺探索して、戻る感じですかね。よし。うん。天気も良さそうですね。よし。では、戻りましょう。だいぶ時間経ってますけどね。ああ、でも、うん、いくら狼側のコートを着てても、風があるとやっぱり体温減っていきますね。うさぎはまずいいかな。あ、いや、気温が落ちてる。鹿か。あ、鹿狩ろうかな。あと一枚必要だと思うんですよね、ブーツ作ろうに。で、あとまあ修理するときのために、革はあった方がいいんで。どれぐらい？しゃがんで弓を引けない。立てばバレるし。気配を殺せ。からこっち。ああ、むず。よし。よし。仕留めた。あ、くそ。なくなってしまった。まず矢を回収しないと。また薬莢落ちてるんだけど。そして肝心の矢の方がない。
あったあった。うまいとこにヘッドショットとかだと一発なのかな。あ、よし。もう一匹仕留めたいけども。なんかラストオブアスのエリーを思い出しますね。まあ、動くな。あ、ちょうどその頭を出した時がお前の、あ、くそ。うっ、当たったけど、やっぱ頭じゃないと一発じゃないんだ。よし。よし。なんか俺悪いことしてるような気分になってきたな。まず向こう側からかな。これ、2体、死体を引きずるっていうのがあればいいんですけどね。何回も言ってるけど。とりあえずじゃあここに、火を焚いて、使っちゃおうか。ちょっと風があるんで、あ、風が強すぎる。大丈夫かな。で、内臓はもういらないんで、皮とお肉。皮とお肉を取るのに3時間5分。3時間20分。でもこれ消える可能性あるな。お肉と皮。膝のリスク。待てよ、これ一回戻ろう。一回戻ってもう一回ここに来て解体した方が多分良さそうな気がする。匂いが出てるんで、こっちに変えとこう。
なんか今、ウサギが襲われた音が聞こえたけど。この斜面が怖いんですよね。そこにもいるし、ここにもいるし、多分奥にもいるな、もう一匹。また薬莢。でも今ので一匹逃げてしまったから、皮だけ取りたいなこれ。木の狼。おい。よし。火焚いてるから大丈夫かな。Shelter. ちょっとお肉を調理して、60%、いやもう使っちゃおう。お肉焼いて、でちょっと皮を置いてこよう。うわ、吹雪。1枚しかない。1枚しかないか。あ、じゃあやっぱさっきもう1匹あれ皮取らないとダメだ。あれ、ウサギダメ。これやってると外のやつ焦げちゃうんで。あ、何？矢にも超あれだ、耐久度あるんだ。回収はできるけどさすがに無限には使えないんだ。で、紙の皮をブラックロックに変えれない。
96%。明日なったらもしかしたら、ウサギの帽子作れるんじゃないかな。33分。じゃあその間に、ノイズメーカーを作る。鹿肉食べる。あれ？あ、入手しちゃったな。おー、だ。助かる。で、お肉を調理。47分50分、その間に、え？あ！黒色火薬。で、もう一個は鍋で調理。41分。ウサギを処理。ウサギを処理して、I might have to drop some gear.よし。で、一眠りして。
食料一番左のロッカー。いや、重い。あ、できたかな？乾燥した？よし。内臓何個だったかな。ちょっとこれ持っていこう。あったあったあった。ウサギ側の帽子。うん。あ、1個でよかったんだ。で、かかる時間が 3.5 時間。3.5 時間ぐらいにして、ウサギ側の帽子。完成。完成しました。うん。あったかい。あったかい。あ、でもそこまで変わらないか。でもこっちかな。よしよしよし。いや、これ疲労度回復しないんじゃないかな。うん、仕方がないか。で、お肉食べて、
危ない危ない危ない。いやー、でもこれまた帰るときあそこにいるな。あうち、これ必ずやってしまう。寒い。よし。風、こっち側からか。いやー、おかしいな。大丈夫かな、ここ。もうない、持ってくるの忘れちゃった。全部取ろう。うん。聞いた狼。よし。
あれもうない？黒色。黒色。あ、あったあった。あ、これ、重さにしてるからか。あ、生肉40。焼いた方がいいのかな？でも、いっぱいあるから、とりあえずこのまま。寝よう。寝ましょう。先に本当に進まないんだけど、これ。まず疲労度回復して。1時間ぐらいかな。うん、まだ朝方だけど出発しましょう。ご飯食べて、いやー、やっぱ焼いた方がいいのかな。 38%焼くか。一個焼いて。焼いてる時間とかももったいないですもんね。75%。まあ、最悪腐ったら、まあ、また、まあ、鹿を狩ればいいっていうことで。Turned out pretty well. ちゃちゃ、燃料追加。40分。食べる。よし。よし、行きましょう。やっとこれでブラックロックに行ける。待て待て。なんか前もやられたな、あいつに。今ので。まあ大丈夫か。この傾斜で見えないのが怖いですね。
この上にこう上がった瞬間、狼がいるみたいな。で、多分狼側もだからこっちに気づいてないんで、この見えた瞬間に襲ってきちゃうんですよね。いつもだったら遠くで見つけた場合はこうちょっと警戒するというか、ゆっくり近づいてくるんですけど、あれだ、前ここ降りれないからここに物捨てたんだ。で、左、ロープ使ったから一気に疲労度が増えましたね。ブラックロック、後ろにあんなでかい山があったんだ。鹿はまずいいかな。こっち側はまだ探索してないんですよね。おお、びっくりした。もらっておこうか。いや、寒い。かなり寒い。
狩猟用ナイフと、良質な道具。I think I can use this. ああ、オカミいる。いやー邪魔だな。当たってない。あ、ガマ。ガマちょっと取りたい。なんか俺がガキの頃、このガマっていうの、なんか生えてたような記憶があるんですよね。今最近見なくなったけど。やめて。調べられない。あ、これ警備員か。フランクリンさんが他の警備員の姿を見てないって言ってたけど、terrible. Can't tell if anyone made it. マティスたちがやったのか。みんな殺されたんだ。マティスかな。でも元から、いや、そんなことないか。ガマを食べて、いやー、こういう時に霧がかかってきたよ。お手軽に取れて、お手軽に腹も膨れるっ
かなり優秀ですよね。いや、そのブラックロックに行く道に、すいません、多分前回に続き今回の動画もちょっと長くなってるかもしれないですね、動画の時間が。いるはずなんだよな、狼。足跡がある。使うか。普通の狼だけど。ちょっと。ああ。よし、ブラックロック。帰ってきた。ん？没収されないようアイテムを囚人たちに見つからない場所に隠そう。アクション。これだ。アイテムの没収。没収されるのを避けるため、囚人たちの目の届かないコンテナなどにアイテムを隠そう。なるほど。とりあえずじゃあ、すべて移して、服とかは？服とかも預けた方がいいか。とりあえず。逆に、お前どうしたんだって言われるんじゃない？これ。こんな格好で帰ってきたら。全部預けたけど、いいのかな？どうしよう。うん。はい。では、今回この辺ですかね。動画ちょっと長くなってきたんで。で、次回、薬届けに行こうかなと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。